さて、それでは今からエリア2、ラスタードロード、行きたいと思います。ロード、なんか、道路あったよね、普通に車の。あ、やっぱ車だよね、ここ。ラスタードロード、ね、運転するんでしょうか。ね、車に注意しながらやっていきましょう。いや、どんなステージなんでしょうかね、楽しみですね。来い。お、なんかこれ、機械的なすげえ雰囲気の街ですね。RPG っぽい。え？あ、青信号だけ渡ろうっていう、もうほら、大丈夫。おい、止まれこれ何やこれ、新しい能力ジェット。ああね。さあ、ジェット。高性能な科学の力の詰まったあの能力が復活した。B を押し続けてパワーを貯めて一気に噴射することでマッハで飛び立ち、景気を蹴散らせ。さあ、B は、キック。B ちょい押しでトンボ返り。ジェット頭突き。ね、で、パワーダメ。ジェットキック。にジェットダッシュにジェットバーンに、ジェットクラッカー結構これ多いな。ジェットキャッチ、吹き飛ばし、ダイビングロケットっていうね。まだある、まだある。めっちゃパワー貯めてから、A でチャージストック、あ、爆裂ジャンプ、はいはいはい、実際やってみようか。貯めてジャンプ。あ、ストックした。わーおーってね、これですね。ジャンプっていうのは。ストック。イーイ。ほら、キック。ジェットキック。イーイ。で、ダッシュ。トンボ返り、これは。トンボ返り。で、ちょ、で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 、骨投げんといて。もう引かれるぞ、お前、そこったら。よいしょ、キックして、投げる。まあまあまあ、感じ的には分かりましたね。リーフだ。あ、リーフ欲しいな。最強のコピー能力だよね、リーフって。うわ、もう、速攻性だった。イェイ、さあ、リーフです。ね、前作では最強でしたね。植物のパワーを利用した技を操り、ガードすれば、自然に溶け込み、姿を消すこともできる。大地に広がる植物を味方にした、この世界ならではの能力。リーフカッター、リーフバリア、拡散リーフにダッシュの B のリーフダンス、アッパーリーフにリーフ乱れ打ちに、隠れリーフに出現。ね、簡単ですね。これが、これとこれは絶対いるよね。あと消える。で、一番特徴的なのはね、このガード。ね、無敵なんですよね、これが。自然に溶け込め。溶け込み、敵を完全無視するっていう、今完全に、俺今、見つけてしまったよな、完全最強なものを。これ。はい。来たー！完全にこれあれでしょう。来た、これ、IC キューブ。いや、これもう気づく人はね、まあ俺だけかなっていう。みんな気づいてた？オッケー。さあ、行きましょうか。ダッシュー。結構リーフ使うと、あ、今、信号無視してておらなかった？気のせいかな。おい。さあ、奥行きます。よし。お、ジェット先生やないか。おら、リーフの方が強いからな。あ、でもジェットの方がこのステージ楽しそうやな。ジェットにしちゃうか。リーフもいいけどね。さあ、ジェットでーす。おいおいおい。おい。おい。ちょ、待てよ。これ、怪しいからな、みんな。こういうとこ。うわーお、ケツからなんかすごいの出る。うわー特になんもなかったでーす。さあ、奥行きましょうか。はい。お、さあ、上の方に行けってことで。あ、ロボットじゃん。イエーイ。ほら。ステッカー見える？みんな俺貼ったやつ。やったぜー。さあ、パラソル。え、これ初めてやない？パラソルモード。回って浮かんで天まで届け。そして風になれ。パラフローター。パラフローター。フロートスイング。ね、簡単ですね。B ボタン。ウィーンって。で、これが、あ、もう完全空飛ぶ用の、ね、空中にいる敵をやっつける的な。めっちゃダメージ食らってるけど俺。押したで。おー、なるほどね。あそこにアイテムがある。これちょっと注意しとかなあかんね、多分。どこまで切ってやっていいかわからんで、これ。待てよ、みんな。これはな、まずここをやる。はい。やり。これ OK でしょう。で、これ押すとどうなる？下に落ちて。あれ、取れんのかな？取れんのか大丈夫かな？やるか。はい。これでいいのかな？スイッチ他はないか気ぃつけなあかんで、これ。多分絶対落とされんだ、あれ。嫌がらせされるからな。俺も確実に。人間のことやったら何でもわかんねえ。おい。大丈夫かな？
奥行くよ。イエーイ。さあ降りましょう。大丈夫？心配で俺夜眠れないんだけど、これ取れるかな。これ右か左かどっちか間違ったらなくなるとかないよね。怖い。やったー、アイシキューブ。よかった、これ任天堂のこと信用しててよかった。さあ2つ目のアイシキューブ獲得です。よし、今のねパラソルのやつめっちゃ弱かったよね、ぶっちゃけ。なんなんや。あ、すげえ、歩道橋みたいなね、可愛い世界や、ほんま。さあここで敵とバトルでしょうか。誰ですか君。テレパトリス、ウィーイ。さあトンボ帰りでひたすらキックしておきましょう。イエーイこいつあんま強くねえぞ。分かっちゃった。よいしょー、トンボ蹴り、よいしょ、トンボ帰りか、トンボ帰り、ウィーイ。痛い痛い痛い。さあキックキック。さあこれで撃破。これ何でしょうか、いただきましょう。エスパー、これ初めてじゃね。PK ファイヤーじゃない。念じることで姿を消したり電撃のエネルギーを自在に生み出せるエスパー少年のような姿の能力、研究対象としても興味深い存在である。サイコキネシス、ポケモンか、サイコムーブね。エレクトリカルパレードじゃなくてムーブ。ほう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 。で、バニッシュ。ね、FF 入ったで、これ。ね、ダッシュ B 長押し。で、テレポ出現。ね、すごい、ダッシュ B で。なるほどね。で、攻撃を受ける直前に LR でテレポ回避。攻撃を受ける瞬間に LR、預言者の見極め。なんかいろんな種類あんのかな。さあ、これがエスパー、サイコキネシスっていう技ですね。で、ダッシュ B、バニッシュ。ただいま。はあ、ちょっともう一回見せてな。他なかったっけ。サイコムーブか。おお。あ、結構これ使いづらそう。あ、忘れちゃった。ねえ、友達みたいなマークしてる、こいつ。ねえ、ま、攻撃としては、あれ、どこ行った俺。おはよう。これちょっと待って。困ったもんやな。どっか行ったとか笑ってもんや、そんな。よいしょー。おお。これむずいぞ、これ。姿消しとこうか、とりあえず。うっと、痛い痛い痛い。はい、じゃあ次行きます。まあバニッシュで出た瞬間消えた瞬間も判定があるからね。うーっと危ない。うわー、かっこいい、俺エスパーだ。よいしょ。あ、これロボットいるやつじゃん。えい、こういう時は上にね。えい、あ、電池があるぞ。さあこれどっかはめるんでしょうか。いや、いっちゃえ。よし、危ねえ。車は急に、よしよし、いいぞ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 。危ねえ、赤信号怖っ。さあ電池はめちゃいましょう。やったぜ。お、これでワープゾーンが来ましたね。今さっき天井からなんか降ってきたよね。あれ、焦ったで。これ分かってんね、俺みんな。エスパーの力で押すな、簡単さ。ってことで2の1コンプリート。え、何。お、ロボちゃん、イエイ、かっこいい。よっしゃー、行くぜー。さあ、これで、ネジ開けるんだよね、ちょっと戻って。でも、もうクリアするんだったら、こっちでもいいのかな。まあ、いや、とりあえず、ファイアゲット。まあ、一回行っちゃうか。せっかくだし、何やるか気になるもんね。はーい。これ、車ぶっ壊せんのかな？車焼いてみるか。あ、焼けた。バスも焼いてみるか。うわひどい。あ、エスパーのロボットって何なんだろう、気になるよね、みんな。これは気になって俺夜眠れねえわ。ちょっと待ってね、ちょっと火置いとこ。あ、火置くだけじゃあかんねんな。あ、おった、エスパー。ほら、エスパーロボ誕生。うわ、何こいつ、お断りマークしてる。念じてほとばしる化学パワー、四方拡散、サイコサンダーフラッシュ、サイコサンダー、サイコサンダーフラッシュ、サイコストーム。ね。まずサイコストーム。わお、かっこいい、サイコストーム、すえー。これが、あ、なるほどね。サイコサンダーストーム。あ、いいね、これ。強いわ、これ。おいー。おっと、動きながら攻撃できるからね。その動いてる間は無敵判定あるから、
普通に強いと思うぞ、これ。これ、連打してるだけでいいんじゃねえかっていう。そんな疑惑が出るぐらい。よし。さあ、ゴールゲーム行きましょう。1出しますよ。行きます。ワン、ツー、スリー、はい、ゴー！余裕100発100中1取っちゃうんだよな。自分の才能が怖いぜ。よし。ぽよ？オッケー。ステッカーくれるからな。いや、もっとかっこいいステッカー欲しいんだよ、俺。ねえ。さあ、集めてカービィのプッポンですね。すげえ言いづれえ、お前の名前。はい、次。集めてカービィやったことない。あ！グーイじゃん！俺、こいつ何なんだろうってずっと昔思ってた。さあ、次です。あ！メタナイトでーす。まあまあ、ぼちぼちやな。デデデ大王のステッカー欲しいな、俺、早く。ね。はい、ということで、今回はこれで終わりです。次回なんかジェットっぽいコースですね。ジェットコース頑張っていきましょう。おつぽよ。